それでは今日のゲームを振り返っていきましょう。ハイライトです。今日からの3連戦、頑張ろう東北シリーズと題して試合が始まります。7月28日以来の先発石橋、いきなり立ち上がりピンチを迎えます。そして中田、昨日キャリア250号ホームランを打って、そして今日からは仙台、その中田の先制のタイムリーヒット、ファイターズが1点を成功します。さらにチャンスが続いて3塁1塁、今度は5番の渡辺、インサイドのボールでしたが右方向へ、中田渡辺連続のタイムリーヒットでファイターズが2点先行。一方のファイターズは今年がプロ入り2年目、今シーズン初登板です。吉田輝星、こちらも1回ピンチ、ノーアウト満塁から浅村ショートゴロダブルプレー、その間に3塁ランナー帰ってイーグルスも1点を返します。これで2対1、なおもチャンス続いて5番の島内でしたが、フォークボールバットが回って三振。吉田輝星なんとか1失点で踏ん張りました。中盤に入って4回です。ランナー1塁からこのバッティングで清水がセンターの前に落とします。ただ田中がしっかり処理して三塁を狙った清宮、三塁はタッチアウト。ゲームの流れを一つまた変えるようなプレーを見せましたセンターの田中和樹。その流れで攻撃のイーグルス。ただそこを一つレフトの近藤ダイビングキャッチでピッチャーを助けます。ただすぐその直後でした、今日のヒーロー茂木、またしても左中間突っ込む近藤、ただ今度は取れませんでした。一気に茂木は三塁へスリーベースヒット。そしてロメロ、内野も前に来てましたがこの打球でホームに突っ込みます。記録は左側フィルダースチョイス。茂木がホームに帰ってこれで2対2の同点。さらにラストバッタールーキーの小深田、ピッチャーの足元、ロメロ回ってこれで勝ち越しに成功。この回2点を取って3対2、逆転してもらった後石橋ポイントですね。打順良かったんですがしっかりと3人で抑えます。ひとまず責任イニング5回を投げた石橋。6回に入ります。この回ランナー出しましたが最後はサードゴロ。今日の石橋6回2失点、勝ち投手の権利を持ってマウンドを降ります。一方の吉田輝星も6イニング目に入ります。ただこのイニングはピンチを迎えて茂木にもヒットを打たれて降板になります。6イニング目には入りましたが今日は5回と3分の0で降板した吉田輝星。その後ピッチャーをつないでいくタイガース、イギリスもなんとか得点をという流れでしたが最後は福田が小深田から三振を奪います。そして9回です。1点リード、伏せ3つが上がりましたが、ただ代打のマクロロセンターへのタイムリーヒット、長嶋拓也帰ってこれで3対3の同点。土壇場9回に追いついた北海道日本ハムファイターズ。ただその後のピンチ、ワンアウトフルベースから三振、そして近藤はセカンドゴロ、後続を立ちました。そして一方のファイターズも宮西を送って9回ランナー2人出ました。チャンスで鈴木大地、外のボール打たせてセカンドゴロ、ダブルプレイ、さよならならず。でその後延長10回に入る前、雨足強まっておおよそ30分間の中断がありました。中断明け、まずは青山10回を任されます。ランナー2人、そして浅間という場面でした。詰まった打球、村林この送球タッチに行って一旦はアウトの判定になったんですが、ただリクエストの結果判定覆って一塁はセーフ。4対3とファイターズが勝ち越しに成功します。そして10回の裏、最後は玉井から
見事にもぎ、新キャプテンがサヨナラの10番ホームラン。ボギーのサヨナラホームラン、イーグルスが連敗を4で止めています。